2011年の阪神タイガースでは2011年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。2011年の阪神タイガースは、真ゆみやき監督の3年目のシーズンである。当主は、榎田大輝がドラフト1位で、また前年ロッテで29セーブを挙げている小林博之が FA で入団した。野手では2度の優勝に貢献した矢野洋大が現役引退し、 新井良太が中日からトレードで入団した。また、3月11日に東日本大震災が発生し、被災地への配慮や節電への対策の不備からセ、セリーグとパリーグは共に開幕が3月25日から4月12日に変更されることが決定。例年は、選抜高等学校野球大会と日程が重なるため甲子園で開幕できない阪神が18年ぶりに、 甲子園で開幕を迎えることになった。この時、荒井高弘は、ローソプロ野球選手会会長であり、予定通り開幕しようとするセリーグとの問題解決のため奔走。その一方で、オープン戦で20打数以上の連続無安打が続き、選手会会長職の振動がプレーに影響することが心配されたが、問題解決後は復調した。この年から導入された。 統一級により、全エンド猛威を振るった、野手陣の打撃成績が軒並み悪化。7月15日には、最大9.5ゲーム差をヤクルトにつけられていたが、8月終了時には、ヤクルトが調子を崩したこともあり、首位ヤクルトから、5位の広島まで、横浜以外の5チームが3.5ゲームの中にきしめく、大混戦。阪神も2.5ゲームまで縮め優勝も狙える位置に、 いたが、9月9日から9月11日と9月27日から9月29日の、神宮3連戦2カードの6試合で全敗し、ペナント争いから交代。それ以降の CS 争いも8月以降調子を上げた、巨人に逃げ切られ、レギュラーシーズンを4位で終えた。シーズン終了後に、真由美監督が辞任し、2002年から打撃コーチを務めてきた。 和田豊が監督に就任した。本節では、前シーズン終了後から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本校では、本シーズン開幕後から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談3月25日から4月10日までの中止は、東日本大震災による節電のため色付きは規定投球回数以上の選手。 ありがとうございます。